ビシッとやってくれないかな。あ、はい、じゃあやるわ、やります、します、 OK、はい、はい、はい、うん、いただきます。はい、バイバーン。それでは本日はいでくるぶしサプライズパーティー、ご参加ご協力ありがとうございます。俺の名前はチョモララテ、クルチョモチャンネルのドキュン担当だ。もうすぐ相方が30代最後の誕生日を迎える。何かサプライズしてやりたいんだが、いかがしたもんか。せや、俺はとある作戦を思いついた。その名も、相方39歳サンキューナー大作戦。これを日頃相方と関わる皆様に送りつけてやったんだ。本日はひでくるぶし39歳おめでとうございます。ほにおらんけど、動画をかまされたので、なんかこれは仕返ししたらなあかんなと思ってですね、ちょっと今日に至ったんですけれども、本当あの皆さんご協力ありがとうございます。マジ39年で一番ビビらしちゃろうかなと。でもどうなんやろうね、今まででクルちゃんが一番ビビったことってなんだろう。兄ちゃんにできちゃったって言われた時かな。びっくりしたのか、それとも嬉しかったのかちょっとわかんないですけど、そこはちょっとね、まだ本人に聞いてみましょう今日。じゃあちょっと最後の曲に行く前に、くるちゃんが到着5分前ぐらいに1本連絡をいただくようになってるので、みーちゃんからもうそこから1回ちょっと正面全部落とさせてもろて、外から見えないこっち側に皆さん来といてもろて、手としましてはみーちゃんには今日は誕生日だからまあに美味しいもの食べさせてあげるっつって、ちょっとくるちゃんにはちょっとびっくりさせるから行き先は言わないよっつってディナーに出かける手になっております。そこで出すはずだったケーキをラクーンさんに頼んでいて、ちょっといろいろあって間に合わなかったから直接ケーキだけ取りに行かないといけないんだよねっていうので、ちょっとそれだけちょっとサプライズ、ちょっとネタバラシになっちゃうけど、ケーキだけ一緒に取りに行こうっつって2人は来ます。入ってきた瞬間に、ハッピーバースデーパン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 みたいな感じで迎えて、ちょっと私伴奏弾きますので、みんなでハッピーバースデーを歌えたらなと思いますので、一回練習しておきましょう。おめでとう。ここで電気とかがバババババでついて、かおりさんが作ってくれたケーキが登場いたします。今日のケーキすごいから、ちょっとみんな後でよく見てみてくださいっていう感じで、ここから招き入れてサプライズパーティー開始っていう感じでいこうと思います。そこがまずサプライズ第1弾で、サプライズ第2弾、7時20分頃に急に歌が来ます。これが2発目、3発目がみんなにご協力していただいてご用意させてもらったプレゼントコーナーですね。ビビるぐらいのジャストサイズでここに収まっております。僕からパッと出して本人に渡すんですけれども、まずはいきなりプレゼントだよって渡すので、くるちゃんは何も言わずに俺からのプレゼントかなと思って多分開け始めます。で、思ったよりもたくさんの人がご協力してくれたので、レンズだけじゃなくて他にもいろんなものをちょっと入れることができました。ありがとうございます。で、最初開けた時はレンズじゃないんですよね。ちょっとずつ出てきて何層かになってて、で、多分俺からのプレゼントだと思ってるし、箱だけでかいだけで、あー、ありがとうありがとうみたいな感じになると思うんで、そのタイミングで10分ぐらいのムービーなんですけど、そこでみんなからだよっていうのが最後に分かるようなムービーになってあります。で、ムービー終わったらくるちゃんがえーってなってて、もう全部もう開け開け、ほれほれ言うて、で、いろいろ出てきて最終的にレンズドーンって出てくる感じになるのでっていう感じの段取りで、あとはもうみんなとこうね、小1時間ワイワイできたらなっていう感じで、
進めていこうと思いますので、はい、歌い終わってからそれをゆっくり説明しようと思ってたのに今もう一気にちょっと全部話してしまったので、くるちゃんが来るまでの、まあ、その時間は、まあ、ちょっとねいろいろこれ準備してもらったんでデコデコしてもらって待ち構えれたらなと思います。最後一曲歌ってくるちゃんを待ちましょう。くるちゃんおめでとう。それでは、30分後に登場すると思いますので、ちょっといろいろやりながら待ちましょう。今日はほんまにありがとうございます。つかない、転がしとく。もうなんか津波。チャンネル登録よろしくお願いします。どうしますか。じゃあ電気消しちゃってください。よし、じゃあ電気消しますよ。はいはい、お願いします。はい、ズラちゃん絶対入ってくるなと思ったら俺が来るじゃん。誕生日おめでとうって呼んでそれも知らない。バイバイ、行ってもらえれば。この後の予定はないです、くるちゃん。ないっす。
ないよ。いや、そのみーちゃんがそのどういう風に言ったか知らないですけど、この後どこかに行くとかないです。ここが終点です。あなるほどはあ、これ何、なんか配信されるの？配信はしてない。あ、そうなんだ。録画はしてるけど。あ、クルチョも、クルチョも。あ、そうなんですね。バッチリ映ってるけど大丈夫？あ、ちゃんとモザイクって今回みんな映ってるからみんなモザイクかけるから俺めっちゃ大変。そうね、いや、めっちゃ普段着できちゃったよ。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。今外で遊んでて帰ってきて怪しいから、うん、チョコいるだろっつって家の中、うん、押し入れとか押し入れ開けてチョコっつって言ってたんだよ。チョコの匂いが言ってた。チョコの匂いがチョコの匂いするするぞっつって、でなんか怪しいんだもん嫁が。めちゃくちゃ無理してもろたよ、みーちゃんには。ありがとう。ありがとう。ぐるちゃん、はい、ハッピーバースデー。何すか、何すか、ありがとう。何、ちょっと待って、くるちゃん、はい、39歳、あ、はい、おめでとう。ありがとうございます。え、開けて、開けてよ、開けて、開けて。え、結構重いけど開けて。もうビリビリいって、もうビリビリといって。ちょっとさ、はい、開けて、ケールが壮大すぎるよ、この字。開けて、ケーキのせちゃう。なんすか、なんすか、開けて、ちょっと一回目にやる。え、もうビビ、ビビって開けて。あ、マミさん、すいません。おもちゃ、なんだ、なんか、封筒みたいになってるけど。まあ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 、まあ、封筒は俺からのお手紙やから、とか、後でね。すごい。何、K&F、 これはレンズの、なんか、お、SD、SD、なんだ、クルちゃん、俺の名前はチョモララ、クルチョモチャンネルドキュン担当だ。もうすぐ相方が30代最後の誕生日を迎える。何かサプライズしてやりたいんだが、いかがしたもんか。せや俺はとある作戦を思いついた。その名は、相方39歳、産休長い作戦。これを日頃相方と関わる皆様に送りつけてやったんだ。何？くるちゃん、お誕生日おめでとうございます。39歳も精神一般、せせいいっぱい楽しんでください。いつかこの国に一夫多妻制度が認められたら、私と従婚してください。くるちゃんにとってこの一年が愛という川で包まれますように。特命より。くるちゃん、お誕生日ミカちゃんだろ。おめでとうございます。誕生日ミクです。おー、アメリカの。いつもありがとうございます。応援してます。ツイキャスでミクちゃんのインスタの歌を歌ってくれたのがすごく宝物で大切に保存してます。これからも楽しませてください。バイバイ。くるちゃん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。くるちゃんもデサンスク来てください。待ってます。くるちゃん、お誕生日おめでとうございます。直接お祝いできなくて残念です。いつも配信ありがとうございます。良い1年になりますように。ダブルピースミサでした。ミキちゃん送ってくれたんですけど、急
急遽来れるようになって来てくれてます。マジ？God.
はいるからまた共に歩こう。続きどうぞ。え、何怖い。こう、え、ちょっと待って、もうそれ緩衝材だからね。え、何これ。もうどんどん出していって。ほう、はい。え、これはレンズ。あ、わ、これはこれはなんだ、フィルターキット。それで伊蔵です。ありがとうございます。みんなからです。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あげて、あげてもつけて。それで一眼持ってきてって言ったのか。おい、ダイエットしろよ。これ見てて楽しい。楽しい楽しい。みんなこれが見たいんやね。うわ、これあれっすよ。うわ、18300。だからゆいちゃんの運動会でも取らなあかんやろ。そっせ。これ何。お誕生日会やないか。ちょっとこのみんなに見られてる中で開封するの初めて。開封動画ね。開封。わ、太いですね。太いですね。あ、あ、あ、すごく、すごく太い。すごく太いね。はめさせてもろて。はめ。そこかな。ほ。はい、来たー。来ました。すごいイベントですねこれ。素晴らしいです。あとこれは和正さんが激推ししてるフィルターたちです。あ、ありがとうございます。和正さんつけちゃってください。ちょっともう感情がぶっ飛んでしまった。すごいな。俺これで旅行出かけようかな。そうよ。そらそう。あ、はい、いらっしゃいませ。はい、来ました。はい、あれ貸し切りなんですよ今日。ごめんなさい。サプライズゲストの京子ちゃんです。くりちゃん、ありがとう。痩せたね。髪色いいね。ありがとう、来てくれて。ありがとう。俺も今来たとこだろ。もう、すごいことになってる。入りました。入りました。待って、窓かとかいるの。黒沢さんはこれに参加してくれ。え、マジで。いや、名前あったからさ。窓か、だって。あそこに名前上がってる人たちは、みんなこれに参加してくれてる。ありがとうございます。ブラックミストでもつけてよ、くるちゃん。光が、そう、光が。なんかみんな飲みながら行こう。京子ちゃん、なんか食べ
ゃプレート炊きますね。これ食べようよみんなで。壮大だねチョコちゃん。カメラに向かって言っています。壮大だね。これですね、ブラックミスト。わ、すげえ。これマグネットで作るの初めて持った。めちゃくちゃ便利だからそれ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これなくしたついだから。あ、ここに、ここにこう。いやーやば。ちょっとフルコースじゃないですか。フルコースです。わー、ありがとうございます。もう忙しいのに皆さんありがとうございます。それでは、はい、一応8時半クローズ予定なので、はい、ここからはもうみんなとワイワイ食って食って、しゃべってしゃべってしていただければ。はいはい、じゃあ皆さん楽しく騒ぎましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。えぐいなえぐいよチョモちゃん。今年えぐい。いや俺さ、何もリップ来ないからさ、ちょっと怪しんでたんだけど、ここまでだと思わなかったよ。すごいね。人生で一番びっくりしたことは何ですか。あー、人生で一番びっくりしたこと、今日ですね。あーちゃんができた時じゃなかった。もうワンテイク。はいはい。人生で一番びっくりしたことは何ですか。人生で一番びっくり、そうだな、あ、まあでも子供ができた時とか。ぎょうちゃんかーい。どれが次くるわからん。正解むず。ぎょうちゃんかーい。これ2テイク撮ってんのバレんじゃん俺。ダイエットしろよ。存在する意味を君がいつも照らしてくれた。ありがとう。今日ありがとうございました。笑顔が素敵な人、優しい人、楽しいこと好きな人、思い出せば笑顔の君ばかり、ずっと戦ってたんだね。初めて君と話したの日を今でも覚えている。あれからどれだけ時が経っても変わらない気持ちがある。君に出会えてよかった、君と笑えてよかった。それからも一緒にいて、君にもらってばかりの元気を今届けたい、この歌に込めて。この歌を聴いて
たり止めて世界でただた一人の君に会えたことを僕は誇りに思う。みんなで一緒に行きましょう。ララ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 ラこれからもよろしくお願いします。ありがとう。最高の相方です。チョロちゃんにも大きな拍手を。ありがとうございました。フルチョモチャンネル。やめなさい。こっちとか言っちゃった。ありがとうね。チョコちゃん帰ります。ヨーコちゃんもいっぱいライブしてますんで、ツイッターをチェックしてください。ツイッターじゃない、X。 デカ箱にも出てるよ。カフェありがとう。じゃあ、何度もすいません、最後に、今日はですね、一本締めでもうこれしかないよ、俺。ないな。じゃあ皆さん、僕人生で初めてやります。じゃあお手を拝借よー。ありがとう。愛してるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう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 。そんなに触ってこないで。コロナでね、この人と人が離れていきましたけども、やっぱりいいっすね、人と人は。え？え？これこれ。完璧。完璧。からまた共に歩こう。入れ黒牛39歳になりました、これからもよろしくお願いします。サンキュー。パチ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 